昔、そうやって撫でてもらった。いえ、違うわ。私が撫でてあげたの。誰かを。この髪飾り、もう一つあるの。それを、誰かが、私とお揃いだって。昔、そうやって撫でてもらった。頭の中に、誰かがいるんだ。でも、それが誰なのか、わからない。昔、そうやって撫でてもらった。この髪飾り、もう一つあるの。昔、そうやって撫でてもらった。雲。そう、雲がいた。私が行く場所に、いつも。今は放っておいて。近寄るなら容赦しないわよ。深い深い水の底。あたりに動くものは何もない。あるのはただ、暗い闇。どうして、私はこんな立派な部屋に。そうか、私は聖剛騎士だったんだ。お風呂。そう、お風呂は気持ちがいい。誰かと一緒に入れば、なおさら。今は放っておいて。近寄るなら容赦しないわよ。私には、守るべきものがあった。でも、守れなかった。眠らないと、そうじゃないと、あの子に、怒られちゃうから。お風呂。今は放っておいて。どうして、私はこんなに眠らないと。お風呂。この髪飾り、もう一つある。頭の中に、誰かがいるんだ。こうして、目的を追っていけば、いつかたどり着くかもしれない。私の中の、誰かに。贈り物、誰から。名前を見れば、何かを思い出せるかもしれない。どうして、私はこんな立派な部屋。私は聖剛騎士、イーディス・シンセシステル。それ以外の何者でもない。私には守るべきものがあった。でも守れなかった。深い深い水の底、あたりに動く。これは本当に私の記憶。だったら、どうしてこんなにぼんやりとしているの？今は放っておいて。近寄るなら、今は放っておいて。今は放っておいて。近寄るなら容赦しないわよ。雲。そう、雲がいた。私が行く場所に、いつも。ソルスの光が一切届かない。魂の深淵に、お前を誘ってあげるわ。はっ！はぁ！記憶の底で、誰かが私を呼ぶの。お姉ちゃん。この闇、すごく馴染み深いわ。なんだか落ち着くの。深い深い水の底、
あたりに動くものは何もない。あるのはただ、暗い闇。ほら、聞こえるでしょ？私の名前を呼ぶ声。ずっと、ずっと私を呼んでるの。